はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日からやってる初心者コースとはちょっと枠を外れましてやっていきたいと思います。サムネイルにもありますように、アイデアが浮かばないとき、曲はイントロからやってみようということです。もう少し平たく言えば、イントロでイメージを浮かばせて、その後も作りやすくしましょうということなんです。それ以外にも YouTube で曲を発信していったりするときに、イントロというのはとっても重要です。つかみの5秒、これでほとんど閲覧してくれるかどうかというのは決まるわけですから、イントロをうまく表現するというのは大事なことなんですね。特に楽器を弾けない人がイントロを考えるというのはとっても難しいことだと思います。ですから今日は鼻歌というか、声からイントロを作る、その方法を説明します。鼻歌録音からミディを作るということは、おおむねの流れは知ってるという方もおられると思うんですけれども、僕がいくつかアイデアを出しますので、皆さんはそれを確認しながら挑戦してみてください。まず1個目は、 BPM はとっても大事です。曲のイメージを作るのに重要な要素ですので、速度は自分の思っているイメージになっているか十分に確かめてください。ここではこのテンポというのがありますが、これを叩いて自分のイメージを作ってください。1、2、3、4、1、2、3、4、はい、今は 91bpm です。これでイントロを作ろうと決めたとします。2つ目です。ここで歌を歌っていくわけですけれども、ガイドというのが必要ですよね。例えば G、 これから始まるわけですから、そのガイドを作りましょうということで、前後1小節に G を埋めたいと思います。例えばここですね。はい、G を追加しました。後ろの方も G を追加します。はい、このように G のコードを追加しまして、そして入れていきましょう。次のポイントは、トラックの音は少なめでやりましょうということです。どういうことかと言いましたら、ここに3つのトラックがあります。これは初心者コーダでやったトラックなんです。ちょっと聞いていただきましょう。このようにあるんですけれども、一番下のトラックがドラムも入って、アルペジオのようなものも入ってという、そんな感じで少し賑やかなトラックなんですね。こういうトラックはイメージを引っ張られやすいですので、これはミュートしておきましょう。ちょっとだけ先頭を聞いていただきます。こういうことですね。そしてこれから録音に入るわけですけれども、今もクリック、いわゆるメトロノームが入っています。メトロノームは入れて録音する方がいいです。もし入っていないときは、スタジオ1の場合、C のキーでクリックを入れたり消したりということができます。クリックが入っているかどうかは、この下の青いところを見ればわかると思います。はい、次に絶対やらないといけない設定というのがあります。それは、そのクリックにほど近い場所に小さなアイコンがあります。これです。録音パネルを出すか出さないか。はい、この録音パネルを出しまして、そしてここにもありますように、テイクをレイヤー化というふうにします。こちらの方のテイク録音というのは、インストゥルメント時の録音の話です。ですからここはどちらになっていてもテイクは取れます。次はループを設定します。こういうふうにしてループを設定するわけです。
少しここでスタジオ1の使い方の勉強としてショートカットキーを覚えましょう。例えばこの後ろのところにこのようにループになっているとします。そうしまして、今度は先ほどコードを追加したわけですから、これをガイドラインとなるストリングスのところにこのように入れます。こちらも同じです。はい、このようにしたときにこのトラックを選択しておく、いわゆるこの幅分、こうやれば今ここが選ばれましたよね。もしこの時点ででも選ばれない状態、こういう状態であったとしたときは、コントロールオルト P、 これを押すとこのように選択をして、コントロールオルト P でこのようにループが設定できます。いわゆる選択しているところの長さ分をループ作ってくれるということです。そして実際のループにはテンキーのスラッシュキー、これで青くしておかないとループがかかりません。このように準備をしてください。そしてあともう少しポイントがあります。ファンクションキーの3番を押すとこのように少し音を小さめにしてあります。伴奏の音が大きすぎるとまた録音に支障がきたします。そしてその伴奏に引っ張られやすくなりますので、音は少し控えめでやりましょう。これで準備が整いました。ではレイヤー録音をしていきます。先頭に持っていくと一小節分ですね、 G の音が鳴りますから、ガイドラインとして聞けるわけです。これが重要なポイントですので、これを忘れないようにしないと、絶対音感のあるような方でないと音程を取るのが難しいですよね。そしてここにはオーディオトラックを作ってあります。オーディオトラックを作って、そして録音ボタンですね、この録音ボタンが入っていると録音ができます。画面下のこの録音ボタンを押してもいいんですけれども、テンキーの米印、これを押すと録音が開始されます。じゃあやってみましょう。ララ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  ラ, ラララララララリララリ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 リリリリリリララララララリララリリリララ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 ララ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 リララリラリラリラララリ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 ラ。このように録音をしました。最初の1番目は Em のところでめっちゃめちゃ音痴になりました。ですから下から2つぐらいが良かったんじゃないかな。歌いながらも自分ででも分かりますよね。それを選択すればいいわけです。そうしますとここに矢印のボタンがあります。これをするとテイクを入れ替えれます。これでやってみましょう。そして今紫色になっているこのイントロトラックにあるのは最後に歌ったものです。ですから最後に歌ったものがいいかをまず確認しましょう。ララ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 ラリララリラリラリラララリ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 ラ。今度はその手前のものを上げたいと思います。こうすると入れ替えれます。ラララリララリリリ
ララリラララリラリララリラララ、こっちの方がいいですね。これでメインで使いたい音というのを選ぶようにします。これから編集していく一番の候補が選べたわけです。じゃあ他のところを見ていくのはどうすればいいんでしょうか。部分的に聞いたりするのにはオルトを押しますとこんなスピーカーマークになります。そこで聞いてみることができます。例えば B マイナーのところの音がこっち方がいいかなというような時はオルトを押してイララ、はい、このようにできます。じゃあここもやってみましょう。リーララー、はい、ここはリーララー、上はリーララー、はい、3つ目はリーララー、同じです。リーララー、リリリララー、はい、これの方がいいですね。でもそれでは勉強にならないですので、ちょっと後ろの方を見てみましょう。今選んでるものはリララーリララーといきました。今度はここはリラリラー、はい、リララーリラリラー、はい、リラリラー、これを使ってみましょう。このようにしてテイクの入れ替えというのができます。これでこのイントロを使おうと決めたとします。最終確認しておきます。ラララリララリリリララリラララリララリララリラリラ、はい、これでこのテイクをこのように選択します。継ぎはぎしてあるところがありますので、これを一旦 G グルーのキーを押して結合します。そうしまして今度はいらなくなったテイク、これを削除しておきます。すべてを選択しまして、右クリックで選択されているレイヤーを削除、これで削除ができたわけです。今度はメロダインをかけていきましょう。皆さんもスタジオワンプロフェッショナルを使ってくれている方はメロダインが無料でついてきます。エッセンシャルという一番買いバージョンですけれども、音程を分析することはできます。これでコントロール M、 レンダーが始まって、そしてメロダインがかかります。こんな感じになっています。基本的には G でいいんですけれども、僕も上手に音程を取れていないので、これをスケールに合わせます。スケールが今 G マイナーになってしまっていますので、これを G メジャーに変えます。このようにしまして、すべてを選択します。コントロール A ですね。そうしまして、バージョンがエッセンシャルの方もこの自動マクロというのがあります。これを押すとこんな画面が出てきますので、コードスケールにスナップというふうにしまして、そしてピッチセンターを合わせます。これはもうほぼ 100% に合わせていただいて大丈夫だと思います。 OK をします。そうしましたら、今度はメロディーをどんな楽器で演奏するかということですけれども、まず最初はイメージも何も湧かないですので、右の下のブラウザーからプレソナスのプレセンス、この音源を入れたいと思います。そうしまして、ナイロンギター、これにしましょう。ギターを選択しまして、ナイロンギター、これを選びます。そしてナイロンギターのフルを選択しましょう。これでナイロンギターができたわけです。今度は今メロダイン分析をかけたメロディーをここに
引っ張ります。そうするとこのようにミディになりました。オーディオトラックは一旦ミュートにしておきましょう。そして鳴らしてみます。どうなったでしょうか。まだちょっと直しどころがあるように思います。どうやってこれを良くすればいいんでしょうか。このトラックをファンクションキーの2番を押してミディのピアノロールを見てみます。まず簡単にはクオンタイズをしてみましょう。16部のクオンタイズでいいと思います。選択をしましてクオンタイズ、はい。そうしまして次にやることですけれども、音符をちょっとつなげましょう。前半と後半という感じで、前半をこのようにしまして、僕はストリームデッキという機材にショートカットを便利につけてあるんですけれども、初めての人はそういうことがわからないと思いますので、アクションの方から長さというのを選択していただきます。その時にレガートプラスオーバーラップ修正、これを選択していることを確認して OK をします。すると音符と音符がつながりました。後ろの方も同じようにしておきます。そしてベロシティ、いわゆる音の大きさがいろいろですけれども、まずは揃えてみましょう。それはどうしたらいいか。全部を選択して下のベロシティラインを一旦上に突き上げます。このようにしましてちょっと落とします。これで聞いてみましょう。もちろん表情をつけるのにはベロシティというのは大事ですので、大きさとかは後から調整します。ちょっと全体のボリュームが小さく感じますので、このトラックのボリュームを上げましょう。ボリュームとベロシティというのはちょっと違うもんなんですが、これで上がりました。まず前半だけ見てみましょう。そんなに悪いところはないし、はじめに歌ったメロディーとそんなに変わらなく上手くなっています。この身近な音符ですけれども、実際これでいいかというとですね、あえてこんな風にしてみましょう。音符を長めにしておきます。こんな感じで進めましょう。後半部分です。この2つ目の音がちょっと気になりました。こんな風にその音まで上がった方がいい感じです。ちょっと拡大しますね。はい、ちょっとこれが中途半端ですので前に詰めます。はい、これ出したらキリがないですけれども、こんな感じでどうでしょうか。次にやることというのは、先ほども言いましたようにベロシティの感覚です。先頭は強めから入ります。前半だけ確認してみましょう。ちょっと先ほどより表現力が出たと思います。
この前の方の小節はこのように物静かでいいと思います。ここでアクセントをつけます。はい、聞いてみましょう。こうなれば、先ほど落としました少しリズムの入ったトラックですね。こういうのをちょっと入れながら全体的なイメージを確認していきます。ミックスもしながら聞いてみましょう。いらないデータは消しておきましょう。クリックも消しておきましょう。はい、今イントロをやりましたが、間奏やエンディングでも同じです。またメロディーの部分を作るのもこの鼻歌、これを応用してやっていくと楽器が弾けない人にとってはとっても有効だと思います。一度皆さんもチャレンジしてみてください。今日はアイデアが浮かばないとき、イントロメロディーから作ってイメージを膨らましてみませんか、ということでお話をさせていただきました。復習ですけれども、もう一度言いますと、BPM、 速さは大事ですので、まずそれでイメージを作ってください。そして音程を取るためのガイドを前と後ろにつけましたね。今回の場合は G というコードでした。トラックの音は先に伴奏を作ってあったとしても少なめにした方がイメージが膨らみやすいです。あまり他の楽器が入っているとですね、そちらの方にイメージが引っ張られてしまうということがあるので、少なめにしましょう。まあ好みもありますが、僕はそれを提案します。そして録音する時の注意点ですけれども、クリックを入れましょう。クリックは C のキーで入れることができます。そしてテイクをレイヤー化します。そのレイヤー化するのは下の方の録音パネルというのを出します。録音パネルというのはここの部分です。はい、これ小さいですので分かりにくいですから気をつけてください。そして伴奏の音はちょっと抑え気味でやる方がいいと思います。それで録音をするとレイヤーというのができてきます。レイヤーができたら、まずはその5つぐらいできたレイヤーの中でこのテイクを中心に進めようということで、それを選択しまして、その他のところで、あ、こっちの方がいいなと思うところは挙げましたよね。もし忘れた人は動画を見直してください。そしてそのように作った後、これでよしとなったらですね、メロダインをかけました。メロダインをかけた時はマクロ機能を使ってですね、音程が悪いところとかを一気に直してしまいます。それでもずれてるところ、それは気にしないでいいです。先ほどからもやりましたように、ミディに持ってきてから直せばいいわけです。ですからミディのトラックに自分の好きな楽器を選んでですね、そしてその楽器で鳴らしながら、あ、ここは違うなと思うようなところだけちょこちょこっと直していきます。その時にはクオンタイズというのをしてですね、ずれているところは直しましょう。そして長さというマクロを使ってですね、レガート、いわゆる音を伸ばしたり、そしてオーバーラップ修正、いわゆる重なっているところは直す。絶対重なってはいけないということではないんですけれども、重なりを消去してしまいました。そんな流れで今回の勉強は進めていきました。今日のお話以外にもっとですね、合理的なイントロメロディーの作り方などはあるんですけれども、今日は純正のソフトだけでできるやり方、それを解説させていただきました。
村長スタジオでした。